霊感商法などに対する消費者庁、これまでの対応がどうだったのかというところは、しっかりと振り返っていきたいというふうに思います。被害をどうやって未然に防止をするのか、被害をどのように救済をしていくのか、あるいは事業者にどのように対応をしていったらいいのか。 こういうものについて委員の皆様に積極的にご議論をいただきたいというふうに思っております。